焦れば命を落とす。確か中東兵団のエレンを撃ち殺そうとした隊長。貴様かイエガー、あの時のことを私を恨んでいるか。いえ、兵士の命を預かる指揮官としては妥当な対応だったかと。殊勝な心がけだ。はあ、私はまだお前を認めたわけではないからな。まだそんなことを。待て、アッカーマン。ピクシス司令が認めた以上、イエガーは同じ兵団の仲間だ。敵対する気はない。ああ、どうも。典型的な中間管理職だね。隊長、肩に糸くずがついてますよ。取りましょうか。それ以上近づくな。え？いや、いいんだ。糸くずぐらい自分で取れる。キッズ、お主は繊細すぎるのがたまにキツじゃ。司令、常に最悪の事態を想定して動いてくれる立派な部下ではあるんじゃがの。巨人が怖くて兵士が務まる。感情に任せれば早死に。さあ、戦闘開始だ。救出に向かえ。よくやった。だが次はもっと早く駆けつけろ。すまねえな、エルビー。お前に自ら剣を抜かしちまった。いいさ、私の腕もなかなかのものだ。あのエンタル、救援要請か。やるぞ。指示通りに動け。了解だ。指示通りに動け。総員、
撃開始。
しまない。前線で活躍されると私たちの立場がありませんが、やるぞ。次に肉をそがれてえのはドイツだ。さすがだなリヴァイ。
お前の力なくして人類の勝利はありえん。は神経の手に余る。
諸君らの活躍がなければ巨人の侵攻を許すところだった。